また聞こえる。彼女は窓際に立ちながらそうつぶやくと、すぐさまカーテンをシャーッと閉め、私の方を向いて苦笑いを浮かべました。何が聞こえたの？霊感とか？私が聞くと、彼女はやっぱり苦笑いを浮かべて、違う違うと首を振りました。そして何かが通り過ぎるのを待っているように、しばらく彼女は黙り込んでしまいました。何が聞こえているんだろうと思い、私も耳を澄ませたのですが、聞こえてくるのは車の音やら、遠くから聞こえる救急車の音のみでした。彼女は私の友人の木下陽子、同じ会社に勤めている。同期の社員で女性が私と陽子だけだったため、私たちは自然と親しくなった。会社以外でも一緒にショッピングや部屋で遊んだりもする。けれどどんな時でも陽子は何かに怯えているように見えた。あ、もういいみたい。陽子はゆっくりと外をうかがうようにカーテンを開けると、恐ろしい体験を私に話し始めた。それは陽子が会社に入社する半年ほど前の出来事だった。なかなか内定が下りず、数々の会社の試験を転々としている頃だったという。陽子は疲れてしまい、ある会社の入社試験に行く気力もなくなり、その日はキャンセルの電話を入れ、公園のベンチで寝転んでいたのだという。都会の公園には灰色の鳩がひしめき合い、羽音やら鳴き声、道路の車の音、人の話し声、公園で遊んでいる子供の声、さまざまな音が陽子に届いていた。その時遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえてきたという。最初はとても遠くから聞こえてきたので、誰か怪我でもしたのだろうかと思っていたけれど、その音がだんだんと公園の方に近づいてきたのだという。あれ、近くなのかな。陽子は立ち上がると、公園の入り口から道路を覗き込んだ。音はすぐそばまで来ていたというけど、ピーポーピーポーと大きな音が聞こえるのに、その姿は全く見えない。違う道路なのかなと陽子が思っていると、突然鼻に異臭がしたという。それは死臭だったと陽子は言った。何この匂い。陽子が鼻をハンカチで押さえていると、目の前の道路を何かが駆け抜けた。一陣の風が吹き抜けた。耳を塞ぎたくなるほどのサイレンの音が聞こえた。見えない救急車が目の前の道路を通り過ぎたのだった。遊んでいた子供の一人が叫んだ。あ、真っ赤な救急車だ。陽子はえっと子供の方を振り返った。青色のジャングルジムのてっぺんで男の子が道路を指さして嬉しそうにしていた。と、子供が突然足を引っ張られるようにジャングルジムの中に消えた。いや、子供用の小さなジャングルジムの中でバキバキと骨が折れる音がして、青いジャングルジムの中から大量の血液が外に向かってぶちまけられた。子供用のジャングルジムだから、一つの四角の輪って狭いから、無理やり引きずり込まれるとその枠にすぐ引っかかってしまう。引っかかったままものすごい力でさらに引かれると、子供の骨なんかすぐ折れてしまう。私が駆けつけた時、男の子はジャングルジムの一番下で大きな手でぐっと握りつぶされたようにぐちゃぐちゃになっていた。腕は背中に回っていて、首は背中をじーっと覗き込んでいたの。足は体育座りを幾重にもしているように波状にくねくね折れていた。顔は何が起こったのかわからないようにキョトンとしていて、目は見開かれていたままピクリともしなかった。死人の目って本当に恐ろしいと思った。でね、死体から死臭が漂ってきた。さっき嗅いだのと同じ匂い。陽子はうつむき加減でボソボソ話していた。私は気分が悪くなりながらも話を聞くしかなかった。
あの子が言った赤い救急車、私には見えなかった赤い救急車。私ちょっと調べてみたの。そうしたら昭和の文献に気になる記事があった。見えない赤い救急車が人の命を奪いに来るって、そういう話。それは普通の人には見えないんだけど、ちょっとでも霊能力とかがあると見えてしまうらしいの。見えてしまうと、その救急車は見えてしまった人間を惨殺する。その話を聞いてから救急車の音が怖くて怖くて仕方がなくて。だって霊能力ってちょっとしたきっかけで現れたりするらしいから。その時また遠くから救急車の音が聞こえた。そういえば毎晩毎晩救急車の音は遠くから聞こえている。もしもそのどれかがその赤い救急車だとしたら、私は背筋に冷たいものを感じて、陽子より早くカーテンを閉めた。